Taking fake UFO photos is quite easy. Please decide the place where they're shot first. The bright sky in the background is of utmost importance. And, for example, throw things like buttons, badges, or coins into the sky. Or you could make a simple model and throw it into the sky for a much better picture. After throwing it, take pictures with a camera from below and you have fake UFO pictures. Around 1990s, many fake UFO photos were taken like this way. Please be careful not to be fooled. 偽 UFO 写真を撮ることは簡単なことです。まず場所を決めてください。背景が明るい空であることが何よりも大切です。そして例えばボタン、バッジ、コインのようなものを空に放り投げます。あるいは簡単な模型を作り、それを空に放り投げればもっと素晴らしい偽写真になるかもしれません。それを投げた後、下からカメラで写真に撮れば、それで偽 UFO 写真は出来上がりです。1990年頃はこの方法で多くの偽 UFO 写真が撮られました。皆さんもどうかくれぐれも騙されないようにお気をつけくださいね。Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. それが本物の UFO であるかどうかを判断する前にですね、つまりそれが偽物ではないということが断言できない時はですね、それ以上の検証をしても意味がないということになるのではないでしょうか。例えばこのような UFO写真はですね、つまり簡単に偽物ができるという意味においてですね、つまりは偽物ではないとは断言できないということになります。もしそうならそれ以上の検証をしても意味がないということになります。つまりだからといってこうした UFO 写真がですね、偽物であるとも断言できませんが、同時にこうした UFO 写真がですね、本物であるともこれまた言えないということになるのではないでしょうか。今皆さんにお見せしました偽 UFO 写真はですね、こうしたものをですね、空に放り投げて別の手に持ったカメラで撮影したものです。簡単にできますから皆さんも一度試してみてください。The USA National UFO Reporting Center defines the criteria or characteristics for determining whether it is a UFO or not as follows. USA National UFO Reporting Center はそれが UFO であるかどうかの判断基準並びにその特徴を次のように定めています。広志林、浜松シティ、ジャパン。アメリカのナショナル UFO リポーティングセンターはそれが UFO であるかどうかの判断基準として次のような項目、つまりチェックポイントを挙げています。順に紹介します。その物体は光っていたか、その物体は尾あるいはトレイルを引いていたか、その物体は光を発散するかあるいは
ぼやけていたか。その物体は他の物体を発射していたか。その物体は色を変えていたか。その物体は着陸したか。その物体は音を出していたか。その区域には飛行機はあったか、あるいは飛行機が追いかけていたか。車のエンジンが止まるなど、電子的あるいは電磁的な障害はあったかと。つまり、ナショナル UFO リポーティングセンターにレポートを出すときにはですね、これらの項目にチェック、まあ、それに該当すればですけども、チェックを入れる、まあ、習わしといいますか、そういうシートになっているわけですね。で、これを逆に、まあ、読むとですね、こうした特徴を兼ね備えていたら、つまりは UFO の可能性が高いということになるということになります。続く動画の中で、O を引く UFO、それからパワーアップしてですね、UFO の周囲がぼんやりとするその様子をですね、皆さんにご覧いただきます。UFOs fly while emitting light powder to the rear. At the same time, the periphery of the UFO is distorted. Immediately after the UFO flies away, a faint wake remains. However, the biggest feature of UFOs is that they leave a tail behind them when moving at high speeds. Even in the UFO Report Center in USA, it is the most important criterion for judging whether or not it is a UFO. This kind of phenomenon is not seen with insects and dust in the air. Please watch this video carefully.Thank you. UFO は飛ぶとき、後方部に光の粉を放出しながら飛びます。同時に UFO の周辺部、つまり空間が歪みます。また UFO が飛び去った直後には、かすかな光跡がそのまま残ります。が、UFO の最大の特徴は、UFO は高速で移動するときはその後方部に O を残すということです。繰り返します。 O を残すということです。アメリカの UFO リポートセンターでも UFO であるかどうかを判断するための最も重要な判断基準になっています。虫や空中のゴミではこうした現象は見られません。注意深くこの動画をご覧ください。広林、浜松シティ、ジャパン。